えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます、えー。今回ですね、ちょっともう変わったというかね、面白い商品というか、あとすごい、えー、っていうようなやつが、えー、入ってまいりましたので、えー、3点ね、ご案内をしたいと思います。まずこれですね、えー、何のことやらわけわかんないと思いますけども、えー、V ブレーキです。もう今時 V ブレーキってもうなすごい遅れてるような感じがしますけども、 まあ、折りたたみ自転車の場合はね、あのディスクローターあのまねをあを運搬中に当てたりとか、あのそこまで制動力いらないんじゃないのみたいな、えー、ことがあの言われておりますし、僕はそれは非常に合理的な考え方だと思ってまして、えーまあ、トラブルが云々というのも考えると、V ブレーキの信頼性は捨てがたいということでね、ねあの V ブレーキを使っている車両、あの未だにたくさんあります。で これです、ね、ダホンの純正品ですねあの、ダホンマークがついた V ブレーキです。なかなかその補修用品としても、ね、V ブレーキはあんまなくなってきましたので、ちょっとうちの方で在庫をしてみました、えー。前後セットでね、えー、2000円ぐらいかな、あのー、割かしお求めやすい価格だと思いますので、えー、やっぱダホンユーザーの人はね、えー、ちょっと維持したいという場合はいかがでしょうかというものです。 でこれはですね、ちょっと変わり種だ,だと思います。あのー、打本からこれもやっぱ来たんですけど、これを見てね、何なのかって分かる人いらっしゃいますかねこいわゆるステムです。えー、のね、エスプレッソっていうね、あの26インチのあの折りたたみが以前あったんですけども、それにね、あの使うようになっております、あのハンドルステムで、いわゆるね、あのステムの角度と、あのー、ここ2箇所ね、レバーありますけど、ここを上げることによってステムのこう角度をこう、 移動しますと。で、角度が変わるとあの、あの、いわゆるブレーキレバーのね、角度なんかも変わってきますから、えここですね、ここのレバーを開いて、こう、ハンドコーク回すような感じで、ブレーキレバーの位置を調整しましょうと。えー、工具なしでね、そういう調整ができるようになりますよ、という白物ですね。そのエスプレッソっていうのがね、それなりになんかマウンテンバイクチックなあのデザインになってたっていうのもあるんですけども、あのー、ちゃんとしたね、オフロードで使っていいかのはちょっとわからないですけど、 あのー、要はその、華奢なものではないといい。それなりにね、スポーツサイクル用としてもちゃんと使えますよっていうのを念頭に置いて作られてますので、えー、なんか見るからにガッチリしてて、見るからにどっしりしてて、まあ重量もそれなりにあるんですけども、まあ、これはこれでなんかね、えー、合理的なものだなとは思います。で、うちの展開でいくとですね、えー、KHS の F シリーズですね。それと P シリーズ。 あのモンタ牛のパラトルーパーと、あとは、タルタルーガーのタイプスかな。でも、使えるようになると思いますので、えなんかね、ワンタッチで、こう、ハンドルの角度変えたりとか、いろいろやるというのが合理的というような使い方をする人には、あの、面白いと思います。これ、あの、確か1万円ぐらいのやつなんですけど、あの、特にできておりますので、えご不明のある方はね、あの、店頭までお問い合わせください。 で、最後にですね、これがね、えー、っとね、これパッと見でなんかわかるっていう人あんまいらっしゃらないと思うんですけど、これね、チューブです。あの、超軽量チューブとして、あのー、ね、販売されておりますもので、なんかラテックスチューブとはちょっとまた違うみたいですね。 で、これね、実は、まあ、基本的にはね、そのスポーツサイクル用ですから、あの、ロードとか、あのー、あの辺の競技用のものとして作られているそうなんですが、なぜかね、ブロンプトイン用のサイズというのがありましたので、やってまいりました。えー、これね、確か、1本5000円ぐらい仕上がる、ものすごいものなんですけど、あの、驚くほど確かに軽いです。あの、シュワルベのね、あの、代表的なチューブ。 と比べても、あ、なんかこれやっぱ分かりやすく軽いなと。あの、ちょっと拍子抜けするぐらいな感じですね。2個セットでこっちと同じぐらいじゃないかなというぐらいです。で、まあ、元々ね、あの、ブロンプトンのチューブってそんな元々重いですかって話になると、あのー、ね、まあ、そんな重くはないなっていう話にはなるわけですが、少しでもね、走りの効率を求めたいとか、えー、いう人にとってはですね、 あの実はあの BB をね、なんかチタンスピンドルの超高級品に変えるとかいうよりは、あのこれにした方がよっぽど走りが軽くなるんじゃないのという気もしております。ね、うちとしてもね、あのー、僕の,あの私物のね、あのー、試乗車で、あのヒルクライムレースとかに、ね、出たりしようかなと思ってたやつがありますので。 それにちょっと入れてみようかなという気がしてまいりました。でね、パンクした時とかどうすんのさっていう話になるんですけど、あの、パンクした時はね、なんかちゃんと修理キットっていうのは、あのー、ありまして、それもね、あの、パッチを、あのー、入れておりますので、あのー、修理の方は可能になってます。まあでも実際ね、 運用する場合は、やっぱ一般的なチューブですね。こういうのスペアとして持っといて、えー、まあパンクしたらパンクしたで、これはあの、お家に持って帰ってそこで修理と、うちでじっくり修理という方がいいような気はいたします。えー、ね、ブロンプトンをより軽快にいろいろやりたいというような方、もしくはもう他のことはもうやり尽くしちゃってもうやることないんだよなぐらいまで行っちゃった人は、 あの、これはかなり費用対効果の高いものではないかなと思います。